この動画スタイルの本書は自動本読なのでマニュアル的な操作はできませんのでご了承ください。それでは日本各地の有名ラジウム線を覗いてみましょう。 動画本、ラジウム栓の温浴効果の目次です。第一章、ラジウム栓とは、ラジウム栓とは、ラジウムを含む温泉のことを指します。ラジウムは放射性元素であり、その放射線が温泉の効能とされています。ラジウム栓には、 健康効果や美容効果があるとされており、古くからその効能が信じられてきました。ラジウム線には、リウマチや神経痛、皮膚病などに効果があると言われています。また、肌の新陳代謝を促進し、美肌効果も期待されています。ただし、放射線によるリスクもあるため、適切な管理が必要です。 日本にもラジウム線は存在し、その効能を求めて多くの人々が訪れています。ラジウムは同位元素。ラジウムは周期表でアルカリド類金属に位置する元素であり、元素記号は RA です。ラジウムは自然界にごく微量存在し、ウランやトリウムの崩壊過程によって生成されます。 ラジウムは非常に放射性が高く、アルファ線、ベータ線、ガンマ線を放出します。ラジウムの放射線は、医療や工業などで利用されるほか、かつては時計の文字盤などに蓄光材料として使われていました。しかし、ラジウムによる放射線曝露が長期的に健康に与える影響が明らかになり、 適切な管理や取り扱いが重要視されるようになりました。健康への悪影響を最小限に抑えつつ、ラジウムを活用するため、研究や対策が行われています。ラドン線とラジウム線は同じかラドン線とラジウム線は似ていますが、異なるものです。両方とも放射性物質を含む温泉ですが、 ラドン線は主にラドンガスを含み、ラジウム線はラジウムを含んでいます。ラドンはラジウムの崩壊生成物であり、ラジウムは元素そのものです。ラドン線はラドンガスを吸入することで効能があるとされ、一方、ラジウム線は水浴や引用によって効能があるとされています。両者の主な違いは、主にその成分にあります。 ラドン線はラドンガスによる効果を主とし、ラジウム線は温泉水中のラジウム含有量が特徴です。ただし、実際にはこれらの成分が相互に作用し合うため、両者の間に明確な境界線を引くことは難しい場合もあります。また、入浴方法にも違いがあり、例えばラドン温泉では全身を洗ってから、 5分から15分ほど湯船に浸かるのが一般的ですが、ラジウム温泉では全身を軽く洗い流した後、湯船の外で休憩を挟みながら、3回入浴を繰り返すことが推奨されています。ラドン船。ラドン船は、ラドンガスを含む温泉です。ラドンは放射能を持つ気ガスであり、 自然界に広く存在しています。ラドンガスは温泉から発散され、吸引や浸透によって体内に取り込まれることで健康効果が期待されます。ラジウム栓。ラジウム栓は、ラジウムという元素を含む温泉です。ラジウムは、放射性元素であり、放射能を持つ特性を持っています。 ラジウム栓から放出されるラジウム成分が体表や皮膚に直接作用することで健康効果が期待されます。ラドンガスの成分ラドンガスはラドンという元素の放射性同位体であり化学記号は RN です。ラドンは周期表で第86位に位置し気ガスに分類されます。 自然界では、ウランやトリウムなどの放射性元素の崩壊過程で生成され、岩石や土壌から発生します。ラドンは無色無臭であり、空気中に放射性ガスとして存在します。ラドンは放射性同位体であるため、その崩壊過程でアルファ線を放出しています。このアルファ線は人体に対して有害であり、 ラドンガススを吸入すす。るることで健康リスクがが生じる可能性があります放射線ホルミシスとは放射線ホルミシスという言葉は米国ミズリー大学教授で性化学の分野で著名なトーマス・ D ・ラッキー博士が1882年12月号の米国保健物理学会誌で発表した論文の中で使ったのが最初です。 これは、少しの放射線は、免疫機能の向上などをもたらし、身体のあらゆる活動を活性化し、病気を治したり、病気にかからない強い体にしたり、老化を抑えて若々しい身体を保つなど、あらゆる良いことをするという。少しの放射線でも有害であるとする社会通念や、 放射線を人から防護する既成概念とは全く異なる画期的なものでした病気治療への応用の可能性鎮痛効果少しの放射線を当てると脳内ホルモンの一種で様々な痛みを緩和する作用を持つメチオニンエンケファリン β エンドルフインなどの分泌を促進することが知られています これらの物質を誘導するメカニズムはいまだ明らかではありませんが、オーストリアのバドガシュタインやアメリカのボールダーなどのラドン線やラドン洞窟でのリウマチ性関節炎、腰痛、筋肉痛などの痛みに対する治療効果は、この鎮痛作用によるものでしょう。がん治療効率と再発防止悪性リンパ腫では少しの放射線を当てると、 治療を従来のがん治療と組み合わせることで治療効率の向上が見られました。この方法は他の胃癌や肺癌などの固形癌にも応用できる可能性があります。このメカニズムとしては癌抑制遺伝子の増加、免疫機能の活性化による癌細胞除去能力の向上が考えられます。病気の進行抑制 アルツハイマー病、糖尿病、ウイルス性肝炎をはじめとする難病の多くは、活性酸素によって組織内の細胞が次々死んでいくためです。少しの放射線を当てると、細胞内の SOD や GPX などの酵素が、細胞内に増加し、活性酸素などによる害を抑え、結果として病気の進行を抑える可能性があります。 老化の防止。新陳代謝、細胞膜の保護、酸化を防御する機能、免疫機能など老化に伴って一般的に低下するこれらの機能が、少しの放射線を当てることによって総合的に活性化され、老化の防止につながる可能性があります。2> 第2章、放射能と安全性。 放射能は、過剰な暴露によって健康に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、ラジウム栓の場合、その放射能量は、通常の温泉よりもはるかに低いレベルであり、長時間の新浴や陰用によって健康被害を受ける可能性は低いとされています。また、ラジウム栓における放射能のリスクは、 適切な管理や利用ガイドラインによって最小限に抑えられることができます。ラジウム線の放射能と安全性については、科学的な研究や規制が進められています。現在では、適切な管理や利用方法によってラジウム線を安全に利用することが可能であり、その効能を享受するためのガイドラインも整備されています。 第3章、ラジウム線の温浴効果。ラジウム線の温浴効果について、多くの研究が行われています。ラジウム線に含まれるラジウムは、温浴することで体温を上昇させる効果があります。これにより血行が促進され、体の新陳代謝が活発化します。また、 ラジウム栓に含まれるラジウムは放射線を放出し、その放射線が体に吸収されることで細胞の活性化が期待されます。さらに、ラジウム栓の温浴によってリラックス効果も期待されるため、ストレス解消や疲労回復にも効果的と言われています。ただし、過剰な温浴は体に負担をかける可能性があるため、適切な温度や時間、 頻度で利用することが重要です。ラジウム線の温浴は、健康増進や美容効果も期待できます。まず、ラジウム線温浴の効果として挙げられるのが血行促進です。ラジウムが放射するアルファ線は、人体に吸収されることで血管を拡張させ、血流を促進します。これにより、 体内の老廃物や疲労物質を排出し、新鮮な酸素や栄養分を全身に行き渡らせることができます。その結果、疲労回復や冷え性改善などの効果が期待されます。また、ラジウム栓温浴による美肌効果も注目されています。血行が促進されることで、肌の新陳代謝が活発化し、 肌のターンオーバーがスムーズに行われます。これにより、肌荒れやニキビなどの改善が期待できるほか、肌の張りやツヤがアップすると言われています。ラジウム線温浴の効果としては、まず放射能成分が体内の炎症を抑える効果があるとされています。これにより、 関節痛や筋肉痛などの痛みを和らげることができるとされています。また、ラジウム栓温浴による放射能成分の影響で、血行が良くなり、新陳代謝が活発になるとも言われています。さらに、ラジウム栓温浴によるリラックス効果も注目されています。温泉そのものがリラックス効果を持つことは広く知られていますが、 その中でもラジウム線温浴は特に効果があるとされています。放射能成分が神経を沈める作用があるため、ストレス解消や睡眠の質の向上にもつながるとされています。ラドン線とラジウム線は同じかラドン線とラジウム線は似ていますが、異なるものです。 両方とも放射能を持つ成分を含む温泉ですが、その成分が異なります。ラドン線はラドンガスを含む温泉であり、ラドンガスが放射能を持つ気ガスであることが特徴です。一方、ラジウム線は、ラジウムという元素を含む温泉であり、ラジウムは放射性元素であることが知られています。両者とも放射能を持つ成分を含むため、 健康効果があると考えられていますが、成分の違いにより異なる効果やリスクが存在する可能性があります。ラドン船。ラドン船は、ラドンガスを含む温泉です。ラドンは、放射能を持つ気ガスであり、自然界に広く存在しています。ラドンガスは温泉から発散され、 吸引や浸透によって体内に取り込まれることで、健康効果が期待されます。ラドン線の健康効果としては、リュウマチや関節炎の症状緩和、血行促進、疲労回復などが挙げられます。ラジウム線。ラジウム線は、ラジウムという元素を含む温泉です。ラジウムは放射性元素であり、 放射能を持つ特性を持っています。ラジウム栓から放出されるラジウム成分が、体表や皮膚に直接作用することで、健康効果が期待されます。ラジウム栓の健康効果としては、皮膚疾患の改善、美肌効果、疲労回復などが知られています。ラドンって何地球の地下深くの岩盤には、 ウランとかトリウムという天然の放射能元素が多量に含まれています。両方ともにアルファ線を放出すると、気体のラドンという元素に変わります。ラジウムから放出される気体という意味で、ラジウムエマナチオンと呼ばれたのです。温泉は地下水が地熱によって熱せられたものですが、ウランやトリウムが多量に含まれた地下岩盤の近くから湧くと、 温泉水の中にラジウムやトリウムが溶解します。これらの放射線の寿命はラジウムが1620年。ラドンは3日と短いのですが地表にまで流出した温泉水の中にはかなりの量が残っています。この温泉水の中には世界でも有数のラジウムエマナチオンが含まれています。第4章 ラジウム線の活用法ラジウム線は、その放射能による効果で健康に良いとされています。このラジウム線を活用する方法としては、まず温泉として入浴することが挙げられます。ラジウム線に含まれるラジウムは、体表面に付着した汚れや老廃物を取り除く効果があります。また、 ラジウム栓のお風呂に入ることで、血行が良くなり、疲労回復にも効果的です。さらに、ラジウム栓の水を飲むことで、内部から健康をサポートすることができます。ただし、適切な量と頻度での利用が重要です。ラジウム栓を活用する際には、医師の指導のもとで行うことをお勧めします。 日本国内の有名なラジウム温泉、三笹温泉、岡山県、三笹温泉は日本三大ラジウム温泉の一つであり、ラジウム含有量が豊富です。詳細はこのコンテンツの説明欄にリンクを貼っています。玉川温泉、秋田県、玉川温泉は、 本でも有名なラジウム温泉であり、ラジウム含有量が多いことで知られています。詳細はこのコンテンツの説明欄にリンクを貼っています。マストミ温泉。山梨県。マストミ温泉は放射能泉、ラジウム、ラドンを楽しめるおすすめの温泉地の一つです。ラジウム含有量が世界有数であり、 温泉の効能が高く評価されています。詳細はこのコンテンツの説明欄にリンクを貼っています。第5章ラジウム栓の未来第5章では、ラジウム栓の将来に注目します。ラジウム栓は放射能を利用した健康法として知られていますが、安全性に関する懸念もあります。 しかし、新たな技術の進化により、安全な利用が可能になる可能性があります。放射線量の制御装置や放射能の影響を詳細に調査する研究の発展により、セキュリティが向上すると期待されます。また、ラジウム線の応用範囲も拡大され、がん治療などの医療分野で有望な進展が期待されます。 ラジウム線の未来は新たな技術や研究の発展でさらなる可能性を秘めています。ご視聴ありがとうございました。